わがままハイスペック。はい、どうもザワと申します。アーシェルート続きからやっていきましょう。途中から始めるのね。いやー、前回はマジカレンさん大活躍だったないやー、最初ね、なんか先輩との連絡があったりとか、いろいろね、駅で見かけたりとか、まあなんかちょこちょこっと出てきてて、なんだと思ってたら、もう最後はただのキューピッドだったとナイスーっていうね、グッジョブカレンさんみたいな状態だったんですけど、はい、じゃあ今後ね、どうなっていくのか、じゃあ見ていきましょう。こうして俺は生徒会室を後にして図書室へと向かった。幸いにも銀河鉄道の夜の本と DVD も借りられ、早速視聴コーナーで DVD を見る。この辺りの設備はさすが元お嬢様学園だと実感するよな。あー、視聴各室みたいなところか、視聴コーナー。これで終わりか。 DVD を見終わり一息つく。時間にして1時間と少し。集中して見てたせいか、あっという間だった気がする。そろそろ図書室を閉めたいんですけど。ああ、もうそんな時間なんですか。ああ、すみません。こういう時気まずいよね。俺もちょこちょこありましたね、大学の時は。ああ、マジっすか。あ、そういえばみたいなやべ、もうそんな時間だったのか。俺は DVD と本を借りるため急いで貸し出しカードに記入すると図書室を後にする。さすがに会長たちはもう帰ってるだろうな。ん、お、どうしたん、アーシェさん。図書室を出るとそこには桜木が所在投げに立っていた。桜木、どうしたんだ。あ、うん、ちょっと図書室に用があったんだけど。おお、図書室に。でも図書室はもう閉まったぞ。あ、そうなんだ。それなら仕方ないわねいいね、やっぱツンデレってな、声地味なのもいいよね。もしかして俺を待っていてくれたのだろうか。でも図書室に一人で行かせたのは桜木だから、それはないか。うん、さすが後編僕ってやつやな。会長たちは？さっき帰ったわ。そうか、じゃあ桜木一人なら一緒に帰るか。え、うん、いいけど。グッチャブいいぞ。銀河鉄道の夜の DVD図書室に置いてあった？ああ、アニメ版を見てきたよ。一応本と一緒に借りてきた。どう？脚本は書けそう？正直わからない。アニメを見て見せ場は分かったから、あとはそれを脚本に書き起こせるかどうかだな。そっか、ごめんなさい、私が一肌脱いであげたらなんて言っちゃったから。おお、それはお互い様だ。俺だって桜木を引きずり込んだんだから。あ、ねえ、どうして私に劇の曲を作れなんて言ったの？もしかして私に自信つけさせようとか思った？それもあるけど、俺が脚本を書いてその脚本に桜木が作った曲がついたら楽しそうだなと思ってさ。楽しそう？ほら、漫画の原作だと会長の絵という形で表現されるけど、劇では実際に音楽やセリフが入るわけだろ。その音楽を自分の知っている桜木が作ってくれるなら楽しいと思うし、原作の仕事にとってもいい勉強にもなると思うんだ。まあでも確かに知り合いとのこう合作じゃないけどまあなんかこういう学生時代とかじゃないとできないよね。こう元々の知り合いでとかさ、で、そっから何かをこう同人みたいに作るみたいな。まあ、今回はちょっとガチなやつだけどさ。そう、なんだ。もしかして、曲を作るの嫌だったか？もし本当に嫌なら、俺から委員長に言っておくが。ううん、嫌じゃないわ。私もなるみくんの書いた脚本に自分の音楽をつけたら楽しいと思う。え？え？って違うわ。何度も言うように演劇部のピンチを生徒会として見過ごせなかったからよ。うん、そう。そうか、なるほどな。そうか、まあ桜木が嫌じゃないならそれでいいけどな。うん、嫌じゃないからそれでいい聞くな、ツンデレ好きとしてはかなり聞いてくるよ。じゃあ
あ、また明日な。そういえばここ数日ずっと桜木とは帰りが一緒だ。そして駅前で別れてる。ねえ、なるみくん、明日って暇？え？明日？まあ脚本を書く以外は暇だな。じゃあ明日銀河鉄道の夜一緒に見ない？どこで？アシさん、それどういうことですか？一緒に？見せ場は分かったんでしょ？その見せ場とか教えてほしいし、うん、冒頭部分の曲も参考にしたいから。けど曲は脚本ができないと作れないんじゃないのか？そうかと思ったんだけど、とわやみひろの言うことも一理あるかなって考え直したのよ。ほら、一連卓章ってやつ？意味わかってます？そうか、わかったよ。じゃあ一緒に見よう。あ、うん、じゃあ明日の放課後に、約束よ。了解。それとん？まだ何かあるのか？今日はメッセージ送らなくていいの？何この、なんかさ、萌え殺しにかかってきてない？さすがだな、この話ルート。メッセージ？昨日は私が帰ったらメッセージを送ったじゃない、うん、今日はどうするのかってことよ。ああ、そういうことか。でも今日は昨日ほど時間は遅くない。だからさほど心配はないと思うんだが。そうだな、じゃあ帰ったらメッセージしてくれるか。もういいわよ、じゃあね。乙女心ってのは難しいな、コウキくん。あ、桜木はキビスを返すと肩を怒らせ立ち去ってしまった。あちゃー、一瞬返事が遅れたせいで怒らせちまったか。けどそこまで怒る理由がわからねえ。女心は難しすぎる。難しいな。ちょっと難しすぎるな、お前にはな。おかえり。今日の晩ご飯は何？ただいま。今日は冷やしうどんだ。トアが飯については文句言わないと言ってくれたから早速手抜きさせてもらう。うん、いいよ。私おうどん好きだし。俺もおうどん好き。うん、最高に好き、おうどん。おうどんいいな。そういえばアーシェとは会えた？桜木と？ああ、図書室の前で会ったぞ。何か用があったらしいけど。用？お兄ちゃんが DVD を見終わるまで待ってるって言ってたけど。なんとキラーパス。俺を？タイミングすごいな。スマホを見ると昨日よりも簡潔な桜木からのメッセージ。今帰った。うん。そのメッセージを読んだ俺は苦笑しながら返信を打った。今帰った。お帰り。今日は俺の帰りを待っててくれてありがとう。もう、とあってば余計なこと言うんだから。聞くな。かなり聞いてるよ俺。アーシェさんの萌え殺しにかなり聞いてるよ俺。俺聞くな、マジで。お疲れでーす。お疲れ様。おう、放課後生徒会室に来るともう桜木は先に来ていた。今日は一緒に銀河鉄道の夜の DVD を一緒に見る約束になっているのだが、うん、一緒にね、一緒に銀河鉄道の夜の DVD を一緒に見る約束にね。うん、なんだ一緒に銀河鉄道の夜って。みひろちゃんととわちゃんが来てないけど今日の議題を先に話しちゃうね。え、あ、はい。どうやらまだ会長には話してないようだ。生徒会の活動が終わってからだと時間的に遅くなるよな。会長、今日俺と桜木は生徒会を休ませてほしいんですが。え、コウキ君とアーシェちゃんが？はい、昨日の演劇部の件、二人でいろいろと調べようということになったんです。あ、ただでさえ時間がないので可能な限り演劇部の方に時間を割きたいと思ってるんですが、ダメでしょうか。まあでも3週間まあないか。そうだよね、二人はそっちの方が大変だもんね。いいよ、
当分の間生徒会は私とみひろちゃん、とわちゃんの3人でやっておくから。すみません。ううん、私こそ気づいてあげられなくてごめんね。いやでもさ、あれだよな、とわさんとみひろさんいるからまだいいよな。これでさ、もうほとんど誰もいなかったらきついもんな。でもそっか、だから今日のアシュちゃんそわそわしてたんだね。ん？ちょ、川の子先輩、何を言ってるんですか？別に私はそわそわなんてしてないです。そっか、そうだった。でもアシュちゃん一番最初に生徒会室に来て私に何か言いたそうだったよ。それは。なるほど、俺との約束を忘れていたわけじゃなかったようだけど、そのことを会長には話すことができなかったと。本当は俺一人でも大丈夫なんですが、桜木が手伝うと言ってくれたんですよ。な、桜木。え？あ、うん。もう、カール子先輩には私から言おうと思ってたのに、どうして鳴海くんが言っちゃうのよ。会長の許可を得た俺たちは生徒会室を出て下校する。だが、なぜか桜木は俺の横で不満顔。桜木が言い出すのを待ってたら生徒会が終わってたかもしれないだろう。そんなことないわ。言おうと思ってたところに鳴海くんが来たから言うチャンスを逃したんじゃない。そうか、それは悪かった。てっきり会長に悪いと思って言い出せないのかと思ってたよ。そんなんじゃないわ。そんなんじゃない。鳴海くんと一緒に休ませてほしいなんて恥ずかしくて言えなかったからじゃない。なのにそれを簡単に言っちゃうんだから。ん？何か言ったか？いや、いいな！決まったな、ギャルゲ主人公のいつもの難聴癖。そして必殺技、ん？何か言ったか来ましたね。別に。あ、お兄ちゃんとアーシェだ。いや、ギャルゲっぽいな、本当に。いいな。二人ともどうしたんです？生徒会室は逆方向ですよ。前からトアとミヒロがやってくる。下級生が上級生より遅れてくるなど不届き者だ。二人とも遅い。会長が生徒会室で待ってるぞ。掃除当番に手間取った。教室のゴミどもなかなかやる。あー、わかる。トイレ掃除がな。俺トイレ結構綺麗にしたい派閥だからさ、結構頑張っちゃうんだよな、トイレ掃除。なんかみんな嫌がるんだけどさ、俺逆に頑張っちゃって、で時間かかっちゃって、おい、もうええぞっつって。お前は何と戦っていたんだ。そういう二人はどこに行くんですか？俺たちか？俺たちは当分の間生徒会をお休みする。お休み、なんて甘美な響き。うん。お兄ちゃん、私も生徒会をお休みしたい。休みという言葉に釣られてトアが黄泉の世界に。いいぞ。その代わり演劇部の台本を手伝うことになるけどな。あ、やっぱりいい。やっぱいいよな。あっという間に戻ってきた。そっか、演劇部のお手伝い大変ですもんね。お兄ちゃんの苦行に比べたら生徒会の方が全然楽だしね。苦行、苦行って、その苦行を引き受けさせたのは誰だよ。けどそういうわけだから、しばらくの間会長のサポートを頼んだぞ。二人ともごめんね。了解です。でも台本を書くのにどうしてアーシェさんも一緒に休むんですか？一緒に話の内容を知った方が効率がいいでしょ。効率がいいですか。先輩、役満ですね。もうダブル役満、トリプル役満ですね。それを言うなら役得だろう。だが遊ぶわけじゃない。ふつつかな兄ですが、どうかよろしく。ふつつかなって、別に付き合うわけじゃないし。え？こうして二人に冷やかされながら校舎を後にする。ここ最近桜木と一緒に下校することが多かったせいか、歩くテンポも分かってきた。あら、ねえ、 DVD なんだけれど、どこで見るつもり？ああ、そうだな、そうだよな。そういえば見る約束をしたが、場所までは決めていなかった。俺としてはどこでも構わないんだが。
じゃあ、俺の家に来るか。え？ちょっと、私を部屋に連れ込んで何するつもり？え？何をされる想像？何するつもりって DVD を見るんだろう。自然に誘って油断させる気ね。そうはいかないわよ。部屋に連れ込んだ瞬間変なことするつもりなんでしょう。え、アジェさん、変なことって何ですかね、具体的に。何ですかねっていう、これネタなんですけど、いつもやってる。すいません。変なこと。それそれ、お前100点だよ、こうきくん。変なことって、なんだよ。そうね。うん。例えば、ベッドに押し倒したと思ったら、素早く枕の下から隠していた、コンドームを出すとか。出して？随分と具体的に説明したね。俺もそこまで説明すると思わなかった。それか、手品のようにネクタイを出したと思ったら、うん、そのネクタイで私の手首を縛って自由を奪うとか。あー、そういうことされたい感じや、アシェさん。それは桜木の願望か。いや、そんなわけないでしょ。なるみくんこそどうして自分の家で DVD 見ようなんて言うのよ。これ縛るプレイあるな。あるな、今後。当然だろ。DVD を見てるうちにトアも帰ってくる。一応俺なりに気を使ったつもりなんだけどな。あ、そうなんだ。それとも桜木の家で見るか。ううん、そういうことならなるみくんの家でいいわ。お、お邪魔します。適当に座ってくれ。どこで見んのこれ。うん、ありがとう。この液晶てか、このディスプレイで見んの。なんかテレビがなくないか。部屋に入った桜木は緊張しているのか、視線をせわしなく動かしていた。おい、緊張するなよ。ただでさえ女子を部屋に入れたのは初めてなんだ。え、そうなの。みひろとかは家に遊びに来るんでしょ。もうみひろは女子カウントじゃないのか。みひろの場合は勝手に入ってくるからカウントされない。俺が自分の意思で女子を部屋に入れるのは桜木が初めてだ。そうなんだ、うん、私も男子の部屋に入るのも初めて。まあ、そうか。そうなのか。あ、当たり前でしょ。男子の部屋に入る用事なんて今までなかったもの。なかなか機会ないよな、女子も。そうか。その言葉を聞いてなぜか嬉しくなった。なぜか。学園で1、2を争う美少女が初めて入った異性の部屋が俺の部屋っていうのは誇らしい。うん。しかも以前の関係を思えばなおさらだ。まあな、本当だよ。もう出会った時最悪だったんだから。もう毎回言うけど、今コーヒーを入れるから待っててくれ。ちなみに枕の下を漁っても何も出てこないからな。わかってるわよ。私コーヒーは甘めが好きだから。甘め好きなんだ。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。そういえば桜木は銀河鉄道の夜を読んだことがあるか。私も大昔に読んだことはあるけど、内容はほとんど忘れちゃってるわ。じゃあ内容は説明せずに一度最初から終わりまで見た方がいいな。そうね、その方が新鮮な気持ちで見られるわ。余計な先入観入らなそうだね。コーヒーとお菓子をテーブルの上に置き、DVD を見始める。桜木は DVD を見始めると、それまでの浮ついていたのが嘘のように、真剣な表情で画面を見つめていた。いや、見つめていたというより、流れる BGM を聞き逃すまいと集中している。ああ、そっか。映像にも BGM 出てくるもんな。これは終わるまで話しかけない方が良さそうだ。前半はコミカルな感じなのね。銀河鉄道の夜。それはジョバンニとカムパネルラが汽車に乗って旅に出る物語。でもその旅は天国へと続く旅そうなんだよな。主役のジョバンニは誰が演じるの？ジョバンニは演劇部の部長で、カムパネルラが委員長だ。そうなのね。汽車が現れて発車するときは幻想的な感じ。桜木は場面ごとに流れる音楽をチェックしているのか、ブツブツと独り言をつぶやいている。だが、その割にはテーブルのお菓子はすでに完食。すごい集中力と食欲だ。カンパネルラ、僕たちは二人きりになったね。うん。でも、
どこまでも二人で一緒に行こう。なんかあれなんだよな、一人一人なんか乗客が消えてくんだっけ。なんか懐かしいな。俺もなんかアニメか、なんだったかな、なんかで見たことあんな。ごめん、それはできないんだ。どうして。やがてストーリーはクライマックス。ジョバンニとカムパネルラが別れるし、なんかカムパネルラってさ、カムパじゃなくてさ、カンパネルラっていうの多いよな。もはやカンなんだよな。ジョバンニ、ありがとう。そしてさようなら。待って、カンパネルラ、僕を置いてかないで。ここら辺ちょっと怖いよね。カンパネルラ。カムパネルは、カムパネルラめっちゃ読みづらは、友達の溺れたザネリを助けるため自ら水に飛び込んで、この時すでに死んでいた。そしてジョバンニと別れたカムパネルラは天国へと向かったのだっていうストーリーだ。どうだ、曲のイメージとか湧いたか。俺はテレビのスイッチを切り、桜木に向き直ると。あら、かわいい桜木。見ないでよ。なんと DVD を見終わった桜木は目を赤くして鼻をすすっていた。結構感性がいいんですね。まさか泣くとは思ってなかったぞ。だってカムパネルラは自分は死んでいて、ジョバンニとは別れることを知ってたわけじゃない。このカムパネルラがどんな気持ちでジョバンニと旅をしてたのかなって想像したら悲しくなっちゃって。あら、かわいい。なるほど、桜木って感受性が強い、もしくは涙もろいのかもしれない。だとしたら、また一つ桜木に対する新しい発見をしたことになる。この物語って悲しいお話よね。なんか幻想的な感じで始まっていくけど、どんどん悲しいお話になるんだよな。童話と考えればそうかもしれないけど、見方によってはいろいろな解釈があるみたいだ。どんな解釈？簡単に言うと、人はいいことをすれば天国に行けるみたいな哲学的な解釈もできるらしい。そもそも銀河鉄道の夜は作者である宮沢賢治の死後にできてきた物語で、物語自体は未完成なんだ。だからところどころの設定で曖昧な部分があるし、様々な解釈も成り立つらしいぞ。へえ、そうなのね。もっとも俺も昨日調べたばかりだから詳しいことはわからないけどな。ただ様々な解釈が成り立つということは、その分台本の自由度は上がる。確かに。そして何よりも銀河鉄道の夜は著作権が消滅している。だから台本を書く上で心強い。まあどんな形に仕上げても何も言われないわけだわな。最悪小説のセリフを全部引用したって構わないのだ。どう、なるみくんはこの物語書けそう？昨日も見て話の筋は分かってるんだが、問題は見せ場までどう持っていくかだよな。桜木の方はどうだ、実際に見て曲が浮かんだりしたか？劇中の曲に似せた曲を作れと言われたらできるわ。けれどそれだとつまらないわよね。そうだな、曲に関しては演劇部もオリジナル的なものが欲しいかもしれない。じゃあ実際に台本を読まないと曲は作れないわ。まあでもせっかくやっぱアーシェさんが作るんだもんな、オリジナルのいいものを作りたいよな。要するに俺次第ってことか。プレッシャーが肩に重くのしかかる。けど台本を書いたとして役者がどのようにして演じるのかわからないから、イメージがしにくいんだよな。舞台や劇なんて見たことがないし。確かにね、どういう風に演じるかを想像しつつ書くのがやっぱ一番脚本としては書きやすいだろうしな。と桜木を見ると何か落ち着かない様子で部屋を 見回している。もしかしてトイレか。トイレなら部屋を出て。違うわよ。どうしてなるみくんはトアと二人暮らしなのかなと思って。ご両親は？おう、そこ KWSK ん。あーごめんなさい、言いたくなかったら言わなくていいわ。ちょっとだけ気になっただけだから。唐突な質問。いや、普通に考えればその疑問に行き着くのは当然だ。そうだな、桜木のように 母親が有名なピアニストで世界を飛び回ってるなら事情はわかる。だが俺とトアはそういった事情とは違う。
お、来るんだ。実は俺たち、親とあまりいい関係じゃないんだ。なるみくん。そこまで深刻な関係ってわけじゃないんだけど、あのまま一緒に生活し続けてたら、俺もトアも潰れたと思う。わあ、でもここら辺あれだな。ハミクリとかとちょっと似てんのかね。ハミクリの方はちょっとまた違うけど。潰れてった。じゃあ、距離を置きたくてご両親と離れて住んでるの？そういうことになるな。だから、桜木の両親の話を聞いて正直、少し羨ましかったんだ。私が羨ましかった？うん。桜木の話を聞いて、俺は桜木の両親って飴とムチなのかなって勝手に思ったんだ。飴とムチ。お母さんは桜木のことを厳しく突き放してるムチ。でもちゃんとフォローしてくれるお父さんが飴みたいな感じかな。俺の親はそもそも無関心に近いからさ。だから、トアを守ってやれるのは俺しかいない。家で同然で、息子と娘が飛び出したというのに、一度も会いに来ない親だ。無論、向こうが会いたいと言われても、会う気はない。まあね。そうか。結構壮絶なんだな、そこら辺は。まあ、俺たちの住んでる場所を知っているのに、何も言ってこないことだけは唯一感謝したいな。何か、こう、ガミガミ言ってこないっていう。ああ、ごめんな。急に重い話をしちゃって。聞いたのは私だから、なるみくんが謝る必要なんてないわ。こんなこと、誰かに喋ったのは桜木が初めてだ。あ。え、そうなの？お互いじゃん。こんな話、他人に話すことじゃないからな。でもちょっと引いたんじゃないか？何を言ってるのよ。別に引いたりしないわ。どの家庭にもいろいろな事情があるし、なるみくんの家はそうだっていうだけでしょ。それに、なるみくんの秘密を知って、少しだけ嬉しかったし。嬉しかったん？そうか。じゃあ、この間は俺が桜木の秘密を教えてもらったから、これでおあいこだな。うん、そうね。秘密の共有。人は秘密を明かすと、その秘密を明かした人間と親密になるという、そうです。らしいですね。で、なんか、一緒に悪いことすると、なんか、じゃ、なんだろうな。ちょっとこう、赤信号を渡っちゃいましたとか、そういう細かいことでも。で、そういうのをちょっとでもすることによって、仲が深まるらしいね。それがなんか秘密の共有になって、少しずつ。その通り、俺と桜木は春には考えられないほど仲良くなっている。そんなことを考えていると。そう。いますよーと。私もいますよーみたいな。すごい飛びのいたな。驚く桜木の視線の先には、ドアの隙間から覗き見ているトアの姿。お前は家政婦か。家政婦は見た。家政婦の見た面白かった。なんだ、帰ってたのか。音がしなかったから気づかなかったぞ。衝撃の現場を目撃しようと忍び足で帰ってみた。おお。衝撃って、別に私となるみくんは何もしてないから。まあ、ちょっと衝撃ではあったよね。秘密を明かし合って。だらしないなあ、お兄ちゃんは。うん。せっかく初めて女子を部屋に入れたんだから、押し倒すくらいの度胸がないと。まあな。そうすれば枕の下に隠してるコンドームを使うチャンスがあったのに。えっ、やっぱり隠してたのね。やっぱり隠してたのか、本当に。あるわけねえだろ。ドアも当然のようにガセ情報を流すな。ガセだったんかい。紳士のたしなみでしょ。たしなみなの？それは紳士でも変態紳士のたしなみだ。そういえば、今日の生徒会はどうだった？ん？夏休みに合宿する部が申請書を出してきてるから、割と忙しかった。うわー、忙しそう、それ。だから、お兄ちゃん。I'm very hungry. かわいい。もうそんな時間か。気づけば夕食の時間。日が長くなって、外がまだ明るかったので、時間の感覚が少しだけ狂ってるようだ。お。じゃあ、そろそろ私はおいとまするわね。なんなら、桜木も食べていけよ。え、でも。
2人も3人も作る手間は変わらないからね。そういうセリフは自分で料理を作ってから言え。もう本当にそうよ。私は食べる専門だから。なるみくんの料理食べていくか。とわの言葉じゃないが、手間は同じだから遠慮はいらないぞ。そう、じゃあお言葉に甘えてごちそうになろうかしら。おお、食うんだ。さてと、何を作ろうか。冷蔵庫には豚肉の薄切り、卵、確か小麦粉もあるはず。おお。ねえ、いつもなるみくんが料理を作ってるの？そうだよ。とわは俺が作らないとジャンクフードで済ませちゃうからな。なるみくんはとわのお兄さんだったり、お父さんお母さんだったり、忙しいのね。もう全員役なのよ。いや、お父さんはとわだ。え、そうなの？私がなるみ家の稼ぎ頭。飯、風呂、添い寝。うん、添い寝？最後のは何？添い寝？寝られない時はお兄ちゃんが添い寝してくれる。なるみくんの添い寝。どうよ、真に受けるなよ、してないからな。お、アーシェはお兄ちゃんの添い寝に興味あり。なんなら今晩貸してあげるよ。お、貸してくれるって。いらないから。本当に？おい、俺は抱き枕じゃないぞ。でも、トアが我が家の大黒柱なのは確かだ。でもそんな稼いでるんだな。お兄ちゃんも連載が続けば、単行本で憧れの印税生活だよ。頑張ります。いやでもすごいよな、こんな生活を成り立たせるレベルって。俺は米が炊き上がる時間を考えつつ、夕食の準備に取り掛かった。その間、女子2人は学園の話題で盛り上がる。二人きりじゃない夕食が嬉しいのか、この日のトアは珍しく食べん。結構喋った。お待ちどう。うわー、美味しそう。これはなんていう料理なの？これはポークピカタだ。何それ？ポークピカタ？ピカタ。今夜のメニューはポークピカタにサラダと野菜スープ。手がかかっているように見えるが、実は大したことない。豚肉に小麦粉と生卵をまぶして焼いただけの簡単料理。でも案外いける。案外いける？俺は原稿があるだろ。だから手軽にうまい料理を作ることに関しては少し自信があるんだ。アーシェ、遠慮しないで食べていいよ。お、うん、じゃあいただきます。いただきます。いただきます。桜木は箸を両手で持つと礼儀正しくお辞儀する。そしてポークピカタを口に運んだ。うん、うん、美味しいわ。口に合って何よりだ。ねえ、後でレシピ教えてくれる？ああ、おかわりいいかしら。あ、そっか、アーシェさんも自分で作るんだよな。レシピっていうほど上等なものでもないけどな。おい、おかわり。ああ、ほら、ドアこぼしてるわよ。このはアーシェに任せか。もう子供じゃないんだから。まあ、おかわりお願いするわ。おう。桜木がトアの口の周りをティッシュで拭いている。その姿は海外しく子供を世話する母親のよう。よし、じゃあアーシェさんと結婚してね、子供のトアさん、過去大黒柱を、じゃあよしよししていくか。どういう構図なんだこれ。なるみくん、おかわりいいかしら。いや、もうないんだが。もうないの？いやいやいや、トアと俺だけだから炊飯器は小さいんだ。それでも一応3合は炊いたんだが、炊飯器の中は空っぽ。そのほとんどが桜木の胃袋の中へと収まってしまっていた。胃袋、そして胸へ。胸と太ももへ。アーシェって普段どのくらいご飯を炊いてるの？そうね、だいたい5合くらいかしら。一人で5合。一人でってことよね、それ。桜木、お前は力士にでもなるつもりか？食べた栄養がお腹じゃなくて全て父に言ってる。父に。父にね、ピクッ。父と FTMM な。どうして見てるのよ。いいね。いいね。これサムネ確定かこれ。よし。そんなの仕方ないでしょ。なるみくんの作った料理が美味しかったんだから。なるみくん、ごちそうさまでした。お、おう、今さらりと褒めやがった。
それがあまりに自然だったので、思わず照れ隠しするように俺は立ち上がると食器を片付け始める。嬉しかったか。おお、食器洗うの？私も手伝うわ。サムネ来た。今回はちゃんとありましたね。なんかずーっとさ、1万円か、これ SDA ないなーと思ってたら、ここできたな。桜木はお客さんなんだから座ってろって。夕食をご馳走になったんだから、そういうわけにはいかないわ。どうしたんだ、トアさん。私はお腹がいっぱいで動けない。動けないか。はいはい。じゃあそこでいい子にしてなさい。キッチンに俺と桜木が二人並ぶ。俺が食器を洗って、桜木が洗った食器を拭いてくれた。桜木は鼻歌混じりで皿を拭く。こうしてみると桜木って家庭的だよな。以前は近寄りがたい雰囲気だったが、俺なんかの料理にもうまいと言ってくれたり、こうして後片付けも普通に手伝ってくれる。それに二人並んでキッチンに立つと、こうやって二人並んで台所に立ってると、新婚さんみたいだね。いらっしゃーい。いらっしゃーい。ピクそんなに？そんなに？いらっしゃーい。と、お前、何よ？そうよ。私となるみくんが新婚なんて。そう？アーシェがお姉ちゃんになっても、私は問題ないけど。あ、問題ないって。てか、聞きすぎだろ、二人とも。さあさあ、買った買った。今なら最後のチャンス、お買い得だよ。おお。兄をセールの売れ残り商品のように扱うな。それに最初すら来てないんだか。うん、おお、なんだ。じゃあそろそろ帰るわね。夕食ごちそうさま。泊まってけばいいのに。泊まってけばいいのにな。そういうわけにはいかないわ。お泊まりセットも持ってきてないし。お泊まりセット？私の貸してあげるよ。歯ブラシも予備があるし。ドアのサイズじゃ合わないわよ。じゃあお兄ちゃんのやつ。お兄ちゃんのやつもっとダメに決まってるでしょ。ドアがミヒロ以外に泊まっていけなんていうのもまた珍しい。今日の来訪がよほど嬉しかったと見える。うん、相性良さそうだな。明日また学園で会えるだろ。桜木途中まで送っていくよ。あ、うん、ありがとう。嬉しそう。ドア、また明日ね。じゃあね。もう察してるだろうな、トアさん。あ、これお姉ちゃんになるなと。うん、はい、ということで、じゃあ今回ここまでということで。いや、いいね、あのビクーが。新婚さんいらっしゃいがのビクーがさ、あからさますぎんだよな。そんな言ったかって感じだけどね。いや、相当聞いたみたいですね。さあ、アーシェさん、どう嫁になっていくのか楽しみですね。もうでも、ところどころ萌え殺しにかかってきてるのが、なかなか、やっぱツンデレルートの面白いというか、いいところだよな。実況してるとニヤついちゃうんだけどな。はい、じゃあ次回もお楽しみに。それではバイバイ。